ね、このまま食べても美味しいんだけども、おこんばんは、リュウジママよ。今日はですね、ママに作ってもらいたい料理第252、大根のそぼろ煮でございます。大根のそぼろ煮ってね、息子たち娘たちあんまり食べないかもしれないけども、これ本当美味しいの。大根がホックホクしてて、そこにお肉のそぼろが絡まって、これでもう日本酒をキュッとやると最高だよ。なので今回はママが丁寧に作る大根のそぼろ煮やっていくわよ。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。ひき肉 250g、 結構使うわよ。あと大根、大根はまあ2分の1本っていう風に覚えておくといいです。あとは生姜、おろし生姜ね、チューブの生姜とかでも悪くはないんだけど、まあ、やっぱり生の生姜使った方が、5倍ぐらい美味しくなるので、生の生姜使ってください。できれば国産の方が美味しい。国産の方がね、香りが強いよね。あとは他の調味料は概要欄に書いてあるから、そちらをチェックしてください。本当に美味しいそぼろ大根を作る上で何が重要か、やっぱりね、料理は愛情だと思うの。ママにもね、愛情を注がなきゃいけないと思いますので、こちらを用意しました。ママの愛情占い、このグラスがあなたたち、どこにママがどれだけ愛情を注げるかどうか占っていきたいと思います。まあ結構入ってるわね。付き合いたてのカップルぐらいはあるんじゃないかしらね。愛情は深いんだけど、ちょっとまだ浅いみたいな感じ。まあママにもこういう時あったわよ。で、ここにママにさらなる愛情を入れていきます。つけば、これね、飲みやすくて美味しいな。乾杯。あー、最高。ということで、作っていくわよ。まあ、まずね、お大根。お大根、こんな感じで剥いていくわよ。かつら剥きしてもいいんだけども、やっぱりお大根はね、こうやった方がもう早く剥けるね。包丁の腕もいらないし、ピーラーで剥いてください。ママね、皮付きで煮ても大丈夫よっていうこともあるんだけど、今回のそぼろ大根は中にお出汁をギュッと染みさせたい。大根の皮からはお出汁あんまり染みないのね。だから皮剥いちゃいました。で、皮は醤油とね、お砂糖とごま油とかで炒めて、きんぴらとかにすると美味しいんで、これ捨てないんでね。それで、お大根を切っていきます。最初にね、こうやってね、半分に切っちゃうとね、切りやすいのね。これで、まあ、1センチ弱ぐらいの、ちょっと太めの半月切りに、おでんの大根ぐらいじゃなくて、もうちょっと太めの半月切り、ね、これがね、一番あのお肉との絡みもいいし、味しみもいいからね。なんと、切るのはこれだけでござる。意外と簡単なんだよね、これね。じゃあ次、行ってみよう。そして、ここに、お大根ね、並べていく。はい、こんな感じね。はい、そしたら豚ひき肉、もうこれでドカッとね、パラパラっと入れちゃっていい。で、お肉を使う料理なんだけども、お肉はあくまで炒めない、煮る。そぼろ煮だから、もうこれはね、全部ね、鍋に入れてぶち込むだけでいいのよ。ちょっと後で鰹節もね、入れるんだけども、こいつをレンジで50度ぐらいチンして、600ワットね。そうすると鰹の粉になって、だし粉代わりに使うの。リーの池森さんに教わった。はい、そしたらここにおろし生姜。生姜は何のために入れるかっていうと、やっぱり臭み消しなのよね。今回は豚のひき肉を使っているので、この生姜がないと、生姜がないとね、しょうがないのよ。はい、はい、そしたら鰹節ができましたんで、これはクシ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 、ハム太郎よろしく、クシクシ。はい、それで、はい、切れます。はい、これでね、あのお鰹のね、香りをね、全部乗せていくと。で、ここに味の素4振りだけ入れます。これは鰹節の、イノシン酸っていう核酸と、味の素のグルタミン酸っていうのを加えることによって、だし汁と同じ効果を得ることができるのね。で、お水を入れます。そしてみりんが大さじ2、まあ、これもね、甘み漬けね。みりんで、お醤油が大さじ3杯。ママはね、ヤマサハのお醤油、
そしてお酒が大さじ1杯で、お塩軽く一つまみ。これでね、一回沸かすのよ。意外とあの下準備はね簡単なのよ。大根皮むいて切って、かつお節レンジにして揉ん で全部入れるだけ。沸かすとあのアクがね出てくるのね。アクはあの丁寧にね取ってあげてもらうね。あのアクっていうのはあった方がいい場合もあるんだけど、基本的にはお出汁をたっぷり使った澄んだお料理の場合は取った方がいい。息子の料理とかだとアク取らないでやる場合もあるんだけど、あれは味付けが濃い時だけね。取った方がいい料理と取んない方がいい料理があるっていうのは覚えておいて、でボコ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 やっていくと、あのポコ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 なってきたとこからアクが出てくるんで、このアクをすかさずすくうと。多少残っても大丈夫だから。そしたらこの状態で弱中火蓋をして、大体30分ね、大根がほっこり柔らかくなってお出汁が大根に入ったぐらい、それまで、煮ていきます。はい、そうです。30分に生まれましたので、どうなってしまっているのでしょうか。どうなってんの。こんな感じでございます、ね、このまま食べても美味しいんだけども、ママ的には片栗粉大さじ1半で、水大さじ大体3、片栗粉大さじ1半に、お水大さじ3、でこれで水溶き片栗粉を作る。もう火は、ほどほどにしておいて、ここに片栗粉で、この状態で混ぜる。こうするとツヤが出てきたの分かる。これでとろみがつくと、このひき肉が大根に絡みやすくなるね。これが美味しいの本当に。片栗粉を弱火で混ぜたら、一回強火で煮立たせるととろみが定着するから、これやっといた方がいい。これで本当に美味しい。そぼろ大根。さあ、じゃあ、いただきます。いただきます。じゃあ、いただきます。今は苗場さんに行くわ。うまっ。最高だこれ。だしがめっちゃ効いてる。スキッとしたうまみです。これはやった方がいい。だしの効き方が半端じゃない。今変換フジレーションしていきたいと思います。おだしが効いたお大根なので、おからしがまあまあ合うんじゃないかと思ってきました。おからし大根はこんなに地味なのにこんなうまくていいの。ママの料理ってもう地味な方がうまいんじゃないかっていうね。じゃあ食べていただきましょう。息子たち乾杯。いただきます。息子たちのために作ったのに、美味しい。かなりでも優しいね。実はね、優しくはもうないんだけどね、出汁が効いてるだけで、しっかり味でしょ。だいぶジュージューな気がしますね。だいぶジュー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 。ごめん、わからんかった。からしは合うね。いや、うまいな、これ。これ渋いね。お料理やな。だママシリーズはもう、めちゃくちゃ自信あるんだけど、跳ねない。これはもう、小料理屋で出てきてもおかしくないんだけど。10代の子供は全く喜んでない。小料理屋のここにこう置いとくやつで、おばんざい屋さんね。子供向けにさ、味変さ、マヨネーズとかの方がいいかな。いやこれにマヨネーズはちょっとママブチギレ案件よ。これは食卓に出てたから子供ながらに食べてたやつ。そう、食べてたのが大人になってめっちゃしみれるし。ああ、なるほどね。だからこういうの食べさせないといけないのよ。
はい、完全にだってもうお袋の味だもんねこれ。そうね、たまに実家帰った時にこれ出てきてるよね。最高だね。これだよこれだよって、うん、その時にママのありがたみを身に染めればいいのよ。そうでもこういうのやり始めたから、あのうちのチャンネルの年齢層すげえ上がってんね今。まあでもありがたいですけどね。はい、ということで、でも両方やっていくから、ということでよろしくお願いします。お願いします。